この後ね、ご報告がありますので、まず髪の毛をセットしてきます。はい、髪の毛セットしてきました。雑談しながらね、話そうかと思っていたんですけど、あっという間にメイクが終わってしまったので動画の最後になってしまいましたが、ご報告させてください。少し前の1月ですね、私小澤美里はかねてよりお付き合いしていた方と一緒に過ごす月日を経て結婚する運びとなりました。彼のいろいろな姿を見ながら過ごして、私に対するその誠意とか心をね、すごく感じて、これからの未来に対する思いや夢など2人でこう話していく中で、ああ、この人と人生共に一緒に過ごしたいな、歩んでいきたいなっていう気持ちが思いではなく確信に変わったことで、ご報告が大変遅くなってしまいましたが、夫婦として歩き始めることを決めました。まだまだ未熟者ですので、温かく見守っていただけたら幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。